今日の話はですね、この3月から5月までの当店オンラインショップ人気商品トップ5と注目商品トップ5のご紹介ということで、10個のですね、人気商品注目商品を2回にわたってピックアップしていきたいと思います。今回ご紹介します商品のほとんどがですね、私自身が使用していまして、自信を持っておすすめできるものばかりとなっております。ここ最近ですね、入荷してきた人気商品や昨年末からですね、人気が継続している商品までありますので、ぜひご注目ください。それではスタート。はい、どうもスタッフケンタです。スタッフケンタの自転車塾、今日も一緒に自転車のお勉強をしていきましょう。今日の話はですね、この3月から5月までのオンラインショップ人気商品トップ5と注目商品のトップ5ということで、10個のですね、人気商品注目商品を2回にわたってピックアップしていきたいと思います。今回はですね、注目商品トップ5ということで、このですね、4月5月中に入荷してきまして、人気がですね、一気に上がっている商品を5つチェックしていきたいと思います。早速いきます。まずはですね、1つ目ですね、NRC のサングラスとなります。こちらですね、いろんな種類がありますが、どのサングラスもですね、これ人気となっておりまして、入荷してきたばかりのですね、こちらのサングラス、私はですね、これルクセと読んでおりましたが、これフランス語だとですね、リュクスというらしいです。はい、いつもですね、これデイビッドさんがあのルクセルクセって言ってたんで、ルクセだと思っていましたが、あのリュクスというようです。はい、でこちらのですね、サングラス、あの生産にですね、時間がかかっているのと、日本へですね、入荷数が少なくなっているので、お早めにというお話を、あの入荷してきたばかりの時にですね、させていただいておりましたが、なんとですね、これもうすでに完売しているカラーがあります。完売しちゃったのがですね、これ私も使用しております、アメジスタというカラーと、これ入荷もしてきてないですね、これスメラルドというカラー、そしてですね、プラティノというですね、このブラックカラー、この3つがですね、もうすでにあの代理店の方で完売してしまったというお話でございます。ブラックカラーのですね、これプラティノに関しては、残り当店に1個在庫がございます。その他のカラーもですね、これ残りわずかとなっているみたいなので、こちらのサングラスですね、狙っていたお客様はですね、お早めのチェックをよろしくお願いいたします。その他ですね、これ新型のあの X1 と X3 もおすすめですし、2020年モデルと2021年モデルのですね、これサングラスに関してはあのセール価格での販売となっておりますので、ぜひですね、こちらのサングラスからあの NRC 始めてみてください。これですね、2020年21年モデルの方があの価格は少しお安くなっておりまして、しっかりとですね、カールツアイス製のレンズを使用しております。で景色もですね、本当によく見えますし、目が良くなったかのように勘違いするぐらいですね、よく見えますので、ぜひご注目ください。続きまして2つ目の商品ですね、これ紫外線対策と、まあ、素材自体が冷えてくれる夏のおすすめ商品、フリーズテックの商品ですね、こちらになります。特にですね、アームカバーとアンダーシャツですね、あとヘルメットの下にかぶるアンダーキャップにオーダーが集中しておりますが、このですね、6月に入りまして、まあ、梅雨時期にまあ突入するというところで、トレーニングがですね、まあ、ローラーの室内トレーニングに
切り替わる方もいらっしゃるかなと思います。そんな時にですね、このフリーズテックのアームカバーとアンダーシャツですね、着てあげればですね、この素材自体が、汗を吸い取ってくれて、そこにですね扇風機の風が当たればですね、キンキンに冷えてくれます。私自身ですね、これアームカバーはこの 1,2 年ですね、ずっとシーズンを通して使用しておりますが、もうなくてはならないもののですね一つになっておりますし、ほぼですね毎日のように使用しておりますが、このですね2年間使用しておりますので、耐久性もバッチリとなっております。そしてですね、これ外でのライドでもしっかりとですね、これ紫外線をカットしてくれまして、風が当たるとですね冷えてくれたり、夏にはですね最高のアームカバーとなっております。紫外線対策とですね、この時期のローラートレーニングを快適にするアイテムとなっておりますので、ぜひチェックをよろしくお願いいたします。残り3つとなりますね。ここから2つはですね、ヒルクライムに向けて軽量化関連の商品となっています。1つはですね超軽量プレッシャーアンカーですね。でもう1つはエクストラムのバーテープタッキーライトとなります。2つですね一気にご紹介していきたいと思います。まずはですね、こちらの、超軽量プレッシャーアンカーなんですけど、カーボンコラム用のフロントフォークに使用するというところで、いろんな種類のですね、これプレッシャーアンカーを見てきましたが、これってですね、結構重量が様々なんですよね。で、これ中に入ってるので重量なんて全くわからないと思うんですけど、このパーツだけでもですね、例えば重量が重いものだと 100g 近いものもあれば、 50g 前後ぐらいのものがですね比較的多くなってるのかなと思っています。で今回ですね、こちらのプレッシャーアンカーですね、重量はたったの 13g という超軽量の、プレッシャーアンカーとなっておりまして、交換するだけでですね、これ 30g から 80g ほどの軽量化ができちゃいます。で価格はですね、これ2750円というところで、ヒルクライマーの方の中にはですね、たった 10g、20g の軽量化にですね、数万円かける方々もいらっしゃったりなんかしますので、たったですね、これ2750円で重量が軽くなるとなれば交換しますという方も多いと思います。これからですね、富士ヒルだとか美しが原、そしてですね乗鞍とヒルクライムレースが続きますので、ぜひチェックをしてみてください。ちなみにですね、私はこのアンカーですね、ロードレースでも全然使用しています。今のバイクに使用しているんですけど、しっかりとですねこれトルク管理をしてあげれば全然大丈夫ですので、チェックをよろしくお願いいたします。続いてですね、軽量でハイグリップなバーテープエクストラムのタッキーライトとなります。こちらですね、こちら以前にもご紹介をさせていただいたんですけど、超有名なですね、バーテープメーカーの OEM 先のメーカーとなります。有名メーカーのですねバーテープはこちらのエクストラムという会社が作っております。こちらはですね、単色ばかりなんですけど、かなり軽くできていまして、しかもですね、これグリップ力がかなり強いんです。バーテープのですね、厚さは、2ミリと3ミリがありますが、このですね、2つの重量、ちょっとね、驚くべき数値なんですけど、2ミリの方が、たった50グラム。そして3ミリの方がですね、たった 60g と超軽量となっております。これまたですね、某有名なバーテープメーカーのものだと、重量だけで 100g 近いので、これ半分ぐらいに抑えることができるんですね。
で、カラーリングはですね、これシンプルなものしかないというところがですね、難点なんですけど、私もですね、このエクストラムのバーテープ使用中でございます。耐久性もしっかりとありますので、ぜひチェックをしてみてください。最後、一つになります。これもですね、私欠かすことのできないアイテムとなっております。最強インソールのソールスターとなります。こちらですね、これ世界のですね、トッププロの選手たちが愛用中のインソールとなっております。ソールスターですね。なかなかですね、これ店頭に在庫しているお店も少ないようで、全国的にもですね、オーダーが多くなっております。ガチガチのですね、レーサーの方々は、一番トップモデルのですね、これブラックというものを使用している方が多くなっておりますが、このですね、ブラックはかなり硬いので、慣れがですね、必要となってきます。個人的にですね、おすすめは、レースでもですね、ロングライドでも使えるコントロールというミドルグレードのモデルとなっております。これね、私ブラックもコントロールも両方とも持っていて、両方とも使用しているんですけど、外でのですね、これライドだとかレースの時にはブラックを使用しておりまして、室内トレーニングのズイフトなどではですね、これコントロールを使用しております。このインソールですね、表面の方がザラザラとした素材となっておりまして、足がですね、滑りにくいという特徴があります。パワーロスもですね、これ少なくて、シューズとですね、足が一体化する感覚があるんですね。でインソールだけでもですね、これ1万6000円以上もしちゃうんですけど、これ本当にいい商品なので、ぜひ使ってほしいと思います。ちなみにですね、ソックスに関してはできる限り薄手のものがおすすめとなっておりまして、私自身はですね、デフィートのソックスを使用しております。で今回ですね、このインソールのご紹介と一緒にですね、オンラインショップの方に、デフィートのソックスもちょっと追加しようかなと思っております。でこのソックスですね、いろんな種類があるんですけど、おすすめの、ソックスは2つ、1つはですね、エアロ系のソックスと、もう1つは夏用のですね、薄々のソックスとなります。この2つをちょっと追加で入れておきます。こちらのですね、2種類私も使ってるんですけど、このですね、ソールスタートのインソールの相性がめちゃくちゃ良くてですね、個人的にはまあいろんなソックスを使用してきましたが、一押しの組み合わせとなっております。かなりですね、ちょっとこれ高額なソックスとなっておりますが、ぜひですね、この組み合わせ、お使いください。めちゃくちゃパワーがアップした感じになりますので、ぜひご注目ください。ということで、今日はですね、当店オンラインショップの注目商品5つをご紹介させていただきました。この後すぐにですね、人気商品トップ5をご紹介していきますので、こちらも合わせてチェックをよろしくお願いいたします。ではでは、またアップします。